1、2、3、4、5、6。さあさあ、私たちヒューガに来るのも久しぶりということで、ちょっとね、また自己紹介をしていきたいと思います。残念ながら今日は最初の1匹目がここにおりませんので、となりますとむーちゃんだよね。やぶちゃんから参りましょう。かーくんがまたどっか行っちゃったけど、かーくんちょっと遊んどいてくださいね。それで私を刺さないでください。できればそれで、やめていただきたいなと思います。本当に本気でやめていただきたいなと思っておりますので、あっち行っといてくださいね。むーちゃん臭い臭いですよ。臭いです。はい、じゃあむーちゃんです。むーちゃん頭の上には宮崎県の木フェニックスが乗っています。とってもね、おしゃれが大好きな女の子で、今日はお天気快晴、夏真っ盛りということで、日本の日向宮崎県をイメージした日向 T シャツでやってまいりました。さあむちゃん、それ以外にもむちゃんは洋服何着持ってるっけ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、指が足りませんね。むちゃん多分6着ぐらいかなと思います。じゃあさ、せっかくヒューガに来たということで、むーちゃんのお気に入りのお洋服を教えてもらってもいいですか。どんなお洋服が好きかな。考えてむーちゃんの好きなお洋服まで3、2、1。なるほどね。むーちゃんが大きなハートを作ってくれたんだけど、目の前にカー君がいたから皆様には届かなかったかもしれませんね。カー君が全部キャッチしちゃったみたい。せっかくね、皆さんにハートパーンって投げたのに、カー君邪魔です。カー君、じゃあカー君に愛情は届けますか？届けないということなので、ずれてください。ちなみに私からも愛情はないかなと思いますね。女子からの愛情はいじくておりますが、まあ、ほっときましょう。むーちゃんですね、こういった美というお洋服がお気に入りのようなので、嫌ですね。本当にね、もうむーちゃんのお洋服ぜひご注目をよろしくお願いいたします。おしゃれで可愛いむーちゃんでした。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ありがとうございます。かーくん、自己紹介しておきますか。あ、しておくのね。そうか。じゃあかーくんはさ、決めポーズがあるじゃないですか。ねえむーちゃん、あるよね、かーくんの決めポーズあるから。何も言わずに後ろに下がるとこさすがだなと思いましたけど、じゃあね、かーくん決めポーズをまずは皆さんにお見せしたいと思います。かーくんの決めポーズが決まりましたら、大きな拍手お願いしますね。せーの、シャキー。さあどうでしょう。ありがとうございます。さすがね、皆さん日向パワーで温かい拍手ありがとうございます。頭には赤いトサカ、そして口にはくちばし、そして両手にはじゃーんということで羽が生えております。こちら宮崎の有名な地鶏、宮崎市トップの格好となっております。前向くのむーちゃんがいたずらする。むーちゃんもうしてないのね。じゃあむーちゃんの言うこと信じましょう。ごめんかーくん、なんかそんないじけた顔すると思わなかったんですが、たぶんね、得意なこともいっぱいありますが、まあ、食いしん坊でいたずらっ子な部分もあるわけですよ。でも得意なこと、3匹の中で一番得意なこと、他の2匹には負けてないところあるよね。見せてください。せーの。そうだね、かーくんといったらダンスということで、3匹の中で一番キレッキレのダンスをこの後披露するかもしれないので、かーくんのダンスぜひご注目をよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、宮崎県と言いましたらもう1匹仲間がいますね。今日ちょっと残念ながら来ることができなかったんですけども、むーちゃん、かーくん、もう1匹といったらどんな子ですか。黄色、これじゃない、もう黄色い子。むーちゃん、それ以外に何かありますか。葉っぱが乗っている、そうですね。今日も雑にありがとうございます。もう一匹はですね、宮崎県の特産物ヒューガナツの被り物をかぶっているヒー君という友達がいます。3匹の中で一番ね、しっかり者でリーダー格で一応まとめてくれているかもしれないので、またヒー君見かけた際にはぼーっとしてません。そんな悪口今日は言いません。ダメです。見えてます、ちゃんとそういうことまで。またですね、どこかで見かけた際にはヒー君の応援もよろしくお願いいたします。宮崎県ヒー君、むーちゃん、各3匹で活動していきますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。さあさあさあ、自己紹介も終わりましたので、もう一曲